はい、プレイボールどうも野球人です。西武が新助っ人トリプル A 通算75ホーマー、強打の173センチ、中堅守獲得発表、マーク・ペイトンということでございまして。はい、西武ですね、新助っ人のお話が結構ね、続いていたんですけれども、今日もね、ありました。おそらくこう、年内最後の補強のお話かなというふうに思います。マーク・ペイトン選手。まあやっぱね、こう左の外野手っていうところを取ってくるんじゃないかなというふうに言われておりましたが、まあまさにね、そこを獲得した形になりました。まずは記事からチェックしていきましょう。西武が新助っ人としてマーク・ペイトンの獲得を発表。西武は24日、来季の新外国人選手としてマーク・ペイトン外野手と契約したと発表。背番号は10、身長173センチと小柄ながら、パンチ力も備える左打者。今季はトリプル A で119試合出場の打率2割9分3厘25本塁打95打点15盗塁だった。メジャーでは8試合に出場し、21打数3安打の打率1割4分3厘だった。固定できなかった外野手、そして1番打者としても期待される。19年のプレミア12にはアメリカ代表として出場。ペイトンはこの度、埼玉西武ライオンズの一員として優勝を目指す機会をいただき、とてもありがたく、特別な思いが込み上げてきます。しっかりと準備をして、全力でプレーすることをお約束します。ライオンズファンの皆さんと、ベルーナドームでお会いできる日が本当に待ち遠しいですとコメントしたということですね。渡辺 GM は体は小さいですが、今のチームのニーズに合った選手です。パンチ力もあり、広角に打つこともできます。足も速いので、1番打者や3番打者として期待していますと話したということでございます。はい、まあ、ペイトン選手ね、獲得というところでございました。まあ、やっぱ特徴としては173センチということで、かなり小柄な選手なんですよね。まあ、NPB 日本人の選手と比較してもですね、まあ、かなり小さい方かなというところでございます。まあ、ただね、それが気にならないぐらいね、まあ、いい選手というところで、まあ、西武は獲得に乗り出したっていう感じなんでしょうけれども、まあ、がっしりですね、4番5番とか、まあ、そういうタイプではなくて、1番や3番打者としてですね、期待しているというところでございます。ではね、このペイトン選手どういう選手なのか、もうちょっと深くですね、これ下げていきましょう。はい、では見ていきます。マーク・ペイトン選手、2014年 MLB ドラフト7巡目指名の選手です。出身地はアメリカ。1991年12月7日まで31歳、173センチ82キロ、ポジションは外野、左投げ左打ちの選手です。ペイトン選手はヤンキースとマイナーで実績を積むと、2018年オフにルール5ドラフトでアスレチックスに移籍します。するとトリプル A で打率3割3分4厘30ホーマーと圧倒的な結果を残し、オフにはプレミア12、アメリカ代表にも選出されます。2019年オフに再びルール5ドラフトでレッズに移籍すると、8月に MLB デビュー。しかしそこからなかなか MLB に定着できず、昨年7月にメッツにトレード。そして今季もホワイトソックスのトリプル A で結果を残すも、 MLB での苦戦が続いていたということでございます。はい、ペイトン選手ですね、まあ、ヤンキースに初め入って、まあ、そこからいろんな球団を渡り歩いてというところでございました。まあ、メジャーデビューもしている選手なんですけれども、なかなかね、こう活躍ができていなかったと。ただまあトリプル A ではすごくね、近年良かったよという選手でございますが、でそんなペイトン選手ですね、まあ、FA になってホワイトソックスとですね、まあ、再びこうマイナー契約っていうのを今季締結しておりました。まあ、なのでこう来日っていうのはないのかなというふうにですね、言われていたんですけれども、まあ、ただね、今回西武が獲得発表というところでございました。まあ、なのでおそらくこの後ですね、正式にホワイトソックスからリリースが発表されて、まあ、西武が獲得というね、流れになるかなっていう感じではいたしますが、はい、ではね、このペイトン選手どういった成績を残しているかというところもチェックしていきましょう。はい、では成績見ていきます。 MLB の通算は40試合で1割6分4厘60打数10安打0ホーマー、 OPS 0.441 という成績でございます。はい、やはりね、こう MLB ではなかなか結果が残していないっていうのがわかりますね。まあ、40試合少ない試合数なんですけど、まあやっぱね、その中でもホームランは0本ですし、こう長打っていうのもなかなか打てていなかったのかなというところでございます。で、今季はですね、8試合に出場、1割4分3厘21打数の3安打 OPS 0.423 と、今季に関してもね、まあ、なかなかこう打つことができなかったなというところでございました。まあ、ただこうフォアボールはある程度選べておりましたし、まあ、三振もそこまで多くはなかったんですけど、まあ、やっぱこう長打がね、出なかったよというところでございました。まあ、ですが今季のトリプル A では119試合で2割9分3厘471打数の138安打、25ホーマー15盗塁 OPS 0.908 という成績でございます。まあ、トリプル A ではかなり打っているんですよね。まあ、インターナショナルリーグですね、打点の方のリーグでは
あるんですけど、まあ、そこでしっかりと成績出しておりますし、 WRC プラス決勝と見てもですね、まあ、130を超えていると高い数値が出ておりますので、まあまあやっぱね、トリプル A ではかなり活躍していた選手なのかなというところでございます。でさらにトリプル A のキャリアハイで言うと、やはり2019年ですよね。まあ、彼を語る上でね、この成績っていうのは欠かせません。118試合で3割3分4厘、132安打30ホーマー、OPS 1.053 ということで、まあかなりの成績を残しております。まあこの時はですね、 PCL の方のリーグでございましたので、打工の方のトリプル A のリーグだったんですけど、まあそれにしてもね、ここまで打てるかというところでございました。まあこの年から一気にこう長打力っていうのがぐんと上がっておりますし、まあ OPS も 1.05 へ、 WRC プラス見ても140超えてるというところになりますので、打工の方のリーグではあるんですけど、まあしっかりとですね、傑出度は高くなっておりました。で総評見ていきましょう。高いコンタクト能力を持つプルヒッターですね。トリプル A レベルでは近年トップクラスの成績を残しております。まあトリプル A でそこそこ長打とかも出ている選手ではあるんですけど、にしてはですね、やっぱコンタクト率は高いなというところですよね。まあKパー見てもですね、近年はだいたい 15% くらいを、前後しているかなっていう印象でございますので、まあやっぱこの成績の割にはね、かなりKパーっていうのは低いものを持っているんではないでしょうか。でボール球にもですね、実はこう手が出てしまうタイプではあるんですよね、意外と。ただまあしっかりと当てて粘れるため、 BB パー、ファーボールを選ぶ割合っていうのも比較的高いよというところになってます。まあなのでこう多少のボール球もね、振っていく選手ではあるんですけど、まあボール球でもこう空振りしないっていうところもありますので、まあしっかり当てて粘れることができておりますので、まあファーボールもね、そこそこ選べるんじゃないかなという選手です。で一方で MLB ではコンタクト率自体は悪くないんですが、パワー不足が顕著なんですね。そのため結果を残しておらず、不安要素にはここはなってくるのかなと。はい、まあ本当でトリプル A では文句なしの成績を残しているペイトン選手なんですけど、まあ MLB ではさっぱりというところでございます。まあ俗に言うですね、こう帝王の状態になっているわけなんですけど、まあその要因としてはやっぱこうパワー不足というのが挙げられるかなというか、まあそうですね、30本打ってる年もありますし、今季はですね25本、トリプル A で打っておりましたので、パワーっていうのは一見あるように見えるんですけど、やっぱね、こう MLB に行ったらなかなかそうはいかないのかなと。打球速度の指標っていうのもかなり低いですし、まあ当てるのはそこそこね、 MLB でも今年できてたんですけど、やっぱこう速い打球打つのっていうのは苦戦していたなというところでございます。で彼のタイプ的にもね、こう放物線を描くタイプではなくて、まあ弾道低くヒットの延長線上がホームランになるよっていうタイプの選手ではありますので、まあまあやっぱね、こうパワーっていうのは少し物足りなさっていうのはね、感じてしまうのかなっていうところはあります。まあなのでトリプル A ではしっかりと打ててはいるんですけど、まあ NPB に来ればですね、ある程度こう球場の大きさとかも変わってきますし、まあ彼のパワーでホームランを量産できるかというと、そこは正直怪しいところなのかなっていう感じはしますね。まあただこう K パー自体は悪くないので、まあしっかりとこうバットにね、ボールを乗せることができれば、ある程度こうホームラン数っていうのも NPB に来ても稼げる可能性はあるんですけど、純粋なパワー力っていうのは、まあ助っ人選手の中ではまあそこまでですね、抜きんでたものはないのかなっていう印象でございますが。で守備に関しては外野3ポジションをこなしております。で特にセンターをですね、今年は多く守っておりました。で足も速い選手ではありますので、まあ、そこそこは守れるとは思うんですが、抜群というわけでは決してないので、まあ、守備が売りかというとそういうわけではありませんが、まあまあでもね、こう守備が下手くそすぎてどうしようもないっていう感じではね、ないのかなというところでありますが、まあこのペイトン選手ね、バランスの取れた外野手という印象ではないでしょうか。走攻守、まあある程度こう揃ったですね、選手というところになっております。 MLB での実績は本当ないんですけど、でトリプル A の傑出度だけ見ればですね、前任の2人以上というか、まあ今年いたですね、オグレディ、去年までいたスパンジェンバーグ、この2人よりですね、まあトリプル A の成績っていうのは傑出度見るとですね、まあいいものを残しておりますし、まあ特に K パーですよね、三振率っていうのがちょっと段違いというか、まあ同じようなね、タイプをこう引っ張ってきたかというふうにですね、思われがちなんですけど、まあ意外とね、こう差別化はね、できているのかなという感じはいたしますが。というわけで、以上ペイトン選手でございました。で、西武の助っ人事情もですね、確認していきましょう。はい。では、西武の助っ人というところでチェックしていきましょう。新助っ人ですね。まずは、ティノコ選手の獲得発表がありました。27歳ですね。ティノコ選手、リリーフピッチャーで年俸が約75万ドル、背番号が54番ということが発表されております。はい。彼に関してはね、今季 MLB でも投げていた選手というところでございます。平選手が先発に行ったというところもあって、リリーフ陣がね、弱くなる心配がされておりましたので、まあ、しっかりとね、こう、ある程度使えそうな選手っていうのを取ってきたというところになります。まあ、こう、進化をしたい投げ
る選手ではありますので、まあこう西武のですね、硬い内野陣にハマってくれればなっていうところもありますし、年齢的にもね、まだ若い選手なんで、仮にこう活躍することができれば、まあ長い間西武でずっと投げるっていうね、可能性もある選手かなというところでございます。で、続いて発表があったのが、マキノン選手ですね、28歳。ファーストの選手で年俸65万ドル、背番号が30番。マキノン選手に関しては、MLB での実績はね、ほぼない選手ではあるんですけど、今季トリプル A でいい成績を残しておりました。まあ、ただね、彼もこう、中距離打者っていうところはありますので、まあ、どっちかっていうと、こう、一発っていうよりはですね、率と、こう、ある程度長打を両立して欲しい選手かなっていう感じであります。で、ファースト戦の選手っていうところもありますので、まあ、山川選手とどうこう、併用していくのか、DH をどういう風に使うのかっていうところがですね、まあ、重要にはなってくるのかなというところではないでしょうか。で、そして今回のペイトン選手31歳ということで、まあ、今回獲得した中ではですね、一番年齢は上の選手ではあるんですけど、外野手の選手で年俸は不明ですね。で、背番号が10番というところが発表されております。まあ、まだね、こう年俸は発表されておりませんが、まあ、おそらくコーチの子ペイトンらとですね、そこまで変わらないね、年俸にはなってくるんじゃないかなっていうところでございます。まあ、彼も MLB でね、結果残していないトリプル A で活躍している選手っていうところではあるんですけれども、まあ、渡辺 GM が言っているようですね、まあ、1番や3番リードオフマンタイプでハマってくれればなというところではないでしょうか。はい、ということで以上3選手の獲得が発表されておりますが、はい、これで助っ人5人体制というところになっております。先発のエンスと、まあ、リリーフの某高橋の2人がね、残留している状態でございましたので、今回の3選手加わって投手3野手2の布陣にね、なっていくのかなというところでございます。で、支配画枠的に見てもね、66枠というところで、まあ、割と埋まってきましたね。今期に関してはね、かなりこう枠スカスカな状態で始まったんですけど、まあまあ、来年は、しっかりと、まあ、埋まった状態でスタートしそうというところでございます。まあ、あとはこう育成の選手でもですね、まあ、何人かこうおっていう選手もいますので、まあ、基本はね、あとはもうそこ上げていくっていう感じになるんではないでしょうか。まあ、なので年内で一旦こうね、補強の方は終了、まあ、助っ人補強も終了で、まあ、日本人選手に関してもね、まあ、メジャーから帰ってくる選手をどうするかっていうところにはなってくるんでしょうけれども、まあ、そこがなければね、もうこの状態でキャンプインするっていうところになっても全然おかしくはないのかなっていう感じはいたしますので、まあ、今からですね、こう来シーズンが待ち遠しい限りでございますが、はい、というわけで今日は以上ですね。最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ペイトンがヘルマンくらい活躍してくれたらいいなということですね。はい、そうですね、まあ、ペイトン選手に関しては三振率が低い選手というところになっておりまして、まあ、どっちかというとね、ホームランよりは効率を期待したい選手で、足もそこそこ速いっていうところになればですね、まあ西武でいうとこうヘルマン選手みたいなタイプをイメージされてる方もですね、割と多いのかなと。まあ、ただね、こうヘルマンよりはさすがにね、まあ、もうちょっとこう長打っていうところがある選手かなっていう感じはいたしますし、まあ、そこまで足はめちゃくちゃ速いっていう選手ではありませんので、ヘルマンともね、こう割と違うタイプなのかなっていう感じもするんですけど、まあ、ただね、オグレディ、スパンジェンバーグともね、先ほど言った通り違うタイプっていうところもありますので、まあ、そういう意味ではね、こう違った活躍っていうところもね、期待したいかなというところでございますし、で、あとまあパワー不足っていうのが懸念されるというところもね、お話はしたんですけど、まあでもトリプル A ではある程度こうホームラン数っていうのも稼げておりましたので、まあ、NPB でもね、ある程度こう長打が出る可能性っていうのはゼロではないのかなっていう感じもいたします。まあ、こればっかりはね、こう来てみないと、どうなるか、日本の野球にね、対応できるかっていうのはわからないところではありますので、まあ、期待通りね、こう活躍していただければなというところではないでしょうか。で、こちら見ていきましょう。さっと背番号10を与えるのも悪くないということですね。はい、で、そうですね、今回のペイトン選手に関しては背番号10番、まあ、森選手がつけていた番号っていうのもそのまま渡した形になりました。もう本当ね、パッとね、渡したと開けることなくですね、まあまあここをですね、与えたという形になりましたが、まあまあそうですね、まあ、悪くないというか、やっぱこう FA でね、出ていってしまった選手っていうところもありますし、まあ、引退とかメジャー挑戦っていうわけではありませんでしたので、まあ残しておかなくてもね、まあいい番号ではあるのかなっていう感じはしますし、仮にこうキャッチャーの選手につけたりしたら、またね、こう、まあまあ負担にもなるかなっていう感じもいたしますので、まあ助っ人選手にこう一回つけて、まあリセットするっていうところは全然悪くないのかなっていう感じもしますね。で、こうペイトン選手に関しては身長が低くですね、まあ打てる選手というところになりますので、そういったところもね、若干森選手と被ってきますので、まあそういったね、意味合いもね、込めて、背番号10番を渡したのかもしれませんが、まあ森選手ほどですね、打ってくれれば、セーブとしてもプラスにはなってくれますので、まあそういう意味でもね、ペイトン選手には活躍してほしいところでございますが。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット。ありがとうございました。